こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。イギリス海軍空母クイーン・エリザベスが極東へ派遣される。まだ決定ではないのだが、クイーン・エリザベス空母が韓国へ寄港するとの話も上がっているが、韓国側が中国とクワッド多数どちらを選ぶのか見定めている。では今回クイーン・エリザベス空母極東派遣について、詳しく見ていきますね。クワッド多数が大きくなってきたな。普通もやってくることだし、韓国の存在がなくなるかも。2020年12月5日、かねてより極東方面への派遣が有力視されていた。イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスが、2021年初めにも、これを実行に移すことが正式決定したと報じられた。クイーン・エリザベスは、現在から3年前の2017年12月に就役した。艦艇だが、艦載機となる F-35 ライトニング2戦闘機 B 型を2018年に発着艦させて、以後、順次運用に向けた準備が進められていた。この2020年秋には艦載機である F-35 ライトニング2戦闘機 B 型のイギリス空軍飛行隊とアメリカ海兵隊の飛行隊を同時に収容する。クロスデッキ運用を開始しており、極東派遣にもこの体制で従事するとみられる。イギリスは EU からの離脱もあり、こうしたクイーン・エリザベス等の戦力の展開先に注目が集まっていたが、今回の動きはかつての植民地、香港への支配強化を行う中国への強固な意思表示だと考えられる。クイーン・エリザベス級航空母艦のネームシップでもある同艦に続き、2番艦プリンス・オブ・ウェールズも建造されているが、こちらは浸水事故の発生などで運用はまだ先になる模様だ。そうした状況下で、現在イギリスでただ一の稼働する航空母艦たるクイーン・エリザベスを極東に派遣する意義を評価し、日本ではこれをかつての日英同盟の復活になぞらえて歓迎する向きもある。ただ、これはイギリス自体が先のアメリカ海兵隊との母艦共同使用である。クロスデッキ運用を行わなければ、現状艦載機の充足すら厳しい点を見れば、いささか理論の飛躍ではないかと感じられる。そうした意味ではどちらかといえば、イギリスとアメリカ間の同盟、連携の強化であって、日本とイギリスの直接的な二国間での決定事項などは、今のところ何もない状態だからだ。ただし、クイーン・エリザベスだけでなく、それを中核とする空母打撃群としての極東派遣には、日本とアメリカとの合同演習参加する。ことも見込まれており、日本側のフォローも発生はするだろう。ことに、クイーン・エリザベスの艦載機である F-35 ライトニング2戦闘機 B 型は必ずメンテナンス等が発生すると思われ、同期の日本での整備拠点である三菱重工業の小牧南工場の活用も想定されている。クイーン・エリザベスについて若干不安要素が感じられるのは、この最も重要な艦載の調達の問題であり、現在138機の計画があるものの、
予算上からも最終的な調達数が決まっていない点が挙げられる。これが引き下げられると、そもそもクイーン・エリザベス級航空母艦の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の最大搭載機数である40機を充足できない状況も考えられ、同級2隻を保有していることも無駄となりかねない。またアメリカ軍も F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達数を当初の計画より100機以上削減する予定で進んでいることから、日本が予定している同期42機のうち今後調達する機体単価が高騰する可能性も示唆されている。こうした状況を踏まえてか、イギリスが2隻のクイーン・エリザベス級航空母艦への艦載機の充足に苦慮する場合、F-35 ライトニングに戦闘機 B 型を調達中の日本やイタリアとのクロスデッキ運用を問う声もある。まあ、これはまだまだ話半分にも満たない可能性レベルの憶測だと思えるが、人口や経済が今や日本よりも小さい規模のイギリスにとって、戦略型原子力潜水艦や航空母艦の維持、保有の負担は大きいだろう。さて、クイーン・エリザベスの極東派遣であるが、その艦の必要物資の補給は、主として在日米軍の基地を使用して行われることが公表されている。具体的には、神奈川県の横須賀基地、長崎県の佐世保基地、沖縄県のホワイトビーチ基地などの港がこれに相当し、沖縄の普天間、嘉手納の飛行場なども使用する可能性がある。これらの在日米軍の港、飛行場での補給をイギリス軍が受けることは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定、いわゆる国連軍地位協定によって認められたものとなっている。この国連軍地位協定とは、1950年に発生した朝鮮戦争に国連軍として参加したアメリカやイギリス以下、カナダ、ニュージーランド、南アフリカ連邦、オーストラリア、フィリピン各国と日本が締結したものだ。追加で、後にフランスとイタリア、そしてタイとトルコとも締結がなされたが、朝鮮戦争の休止を受けて、1954年に締結が始まったこの協定が、21世紀の日本とイギリスを結びけているのは感慨深い。考えようによっては、朝鮮戦争があくまで休止、休戦であり、今現在でも終結していないからこそ、この国連軍地位協定が残っていたとも言え、締結時の思惑を超えた目的に使用されるとも言えそうだ。